らっしゃい。強い魔物がいるはずだ。楽しみだぜ。カロロット、砂漠には絶対住みたくないでじ。山物、急いで倒して行こう。さらに強い相手と戦える。おいら、何？頑張るぞ！行くぜ！頑張るぞ！あとおいら、やるほど準備はいいかい？
備えよ。 いい商品揃えてるよ。気に入ったぜ。お目が高い。気に入った。お目が高い。ワクワクでち。お目が高い。いい仕事してるでち。またのお越しを。
밖에 나갔더라. 이거 했다!
バカな娘、呪いを解いてやったんだから少しは役に立ちなさいよ。さあ、ビル、ベン、この前の借りを返すんだろう。最後のチャンスをやるよ。邪魔っ気でち。お前たちの相手は我々だ。今度はこの前のようにはいかぬぞ。美獣様に授かった闇の力、見せてくれよ。行くぞ、ベン。おっ、ミンポ、邪神合体。
イラ、やっと行くぞ。それにしても、美獣はここで何をしていたのかしら。もしかして、美獣もマナスプーンを狙っている。大変でち、美獣を追いかけるでち。みんなで倒せ。
倒す。それ以上近づくと、この小娘を炎の中に投げ捨てるよ。他にも仲間が嫌がったのか。ノレ、覚えておいで。その娘さん、大丈夫ですか？気を失っているだけのようだが、かなり弱っている。彼女は美獣に呪いをかけられていたんだ。なぜか呪いは解かれているようだが、このままでは危険な状態だ。長い間にわたって呪いがかけられていたため、心と体が弱ってしまっているようだ。ジェシカ、しっかり。ホークアイ。俺はジェシカをディーンの村に連れて行く。君たちはマナストーンのところへ急げ。美獣の狙いはマナストーンのエネルギーを放出することだ。気をつけて。マナストーンの封印を解く金樹の媒体にするために、あの小娘の呪いを解いてここまで連れてきたが、
思わぬ邪魔が入った。まったく役に立たない小娘だよ。だが代わりにお前たちが倒したビルとベンの魂を使ってやったのさ。要は誰でもよかったんだけどね。聖域への扉は我が主黒の貴公子様が開くのさ。マナストーンのエネルギーが解放されている。アルテナもそうだったけど、美獣も聖域への扉を開こうとしている。みんなマナの剣を狙っているんだわ。もしマナの剣が悪しき心の持ち主に使われてしまったら、マナの木は枯れ、世界からマナは完全に失われてしまう。封印されていた神獣が蘇り、世界は大変。急ぎましょう。早く精霊たちを見つけて、彼らより先に聖域への扉を開き、マナの剣を手に入れなければ。話は聞いたぜ。あの女、マナストーンをこんなに仕上がって許せねえ。俺も力を貸せ。おー、燃えてきたぜ。満々ね。これからもよろしくね。うん、任せすぎ。オラオラオラ。うーつりゃオルセナの南東、月夜の森に行く。月夜の森、獣人がいっぱいいる。いらっしゃい。
またのお越しを。